終戦後の帝国議会主営。主営は、日本の貴族院、衆議院に置かれていた、院中の取締または刑務を担当していた職員。日本国憲法施行後は、A 氏と解消された。主営党は主長、主営長主営番長または、主営副長、主営に区分されていた。また、主営の中から、主営番長補または、主営班長が選ばれていた。 明治24年直令第206号第207号により、貴族院事務局官制及び衆議院事務局官制が改正され、貴族院事務局及び衆議院事務局に、主営長、各一人、主営番長各三人が置かれた。当初はいずれも、犯人とされた。主営は、犯人間待遇とされた。主営長は、主営番長以下を武将し、 院中の取締りに任ずるものとされた。主衛番長は、主衛長を助け、主衛を指揮し、主衛長に事故があるときはその職務を代理するものとされた。大正5年の改正では、主衛長を総任として、また、その職務も、上官の指揮監督を受けて、主衛副長以下を部署し、刑務を司るものとされた。また、主衛番長が、主衛副長に改められた。 大正9年には、主営副長の定員を各員、それぞれ千人2人とされた。その後、衆議院主営副長は、昭和6年に千人4人に、昭和11年に千人6人に増員された。昭和12年には、各員の主営長の定員は、千人2人と、主営副長の定員は、貴族員が千人5人、衆議院が千人7人とされ、 職務も、主営長は、上官の指揮監督を受けて、刑務を司り、主営副長及び主営を指揮監督するものとされた。主営副長は、上官の指揮監督を受けて、刑務に従い、主営を指揮監督するものとされた。主営の定員は、頻繁に変更された。大正3年4月1日以降は、議会会期中に限り、増員することも認められるようになった。 主営の定員は、各員35人であったが、明治43年に32人とされた。もっとも、大正3年4月1日からは、議会会期中に限り、各員13人を増置することが認められた。大正9年に、主営の定員は、貴族員32人、衆議院38人とされ、議会会期中に限り、貴族員13人、 衆議院15人を増置することが認められた。また、主営副長の定員も2人ずつとされた。大正10年には、議会会期中に限り、貴族院23人、衆議院25人を増置することが認められた。大正12年に、主営の定員は、貴族院31人、衆議院35人とされ、議会会期中に限り、貴族院22人。 衆議院20人を増置することが認められた。対象13年に、主営の定員は、議会会期中に限り、貴族院52人、衆議院50人を増置することが認められた。同年の改正により、主営の定員は、貴族院36人、衆議院40人とされ、議会会期中に限り、貴族院37人、衆議院35人を増置することが認められた。 大正十四年の改正により、主営の定員は、貴族員、千人四十人、衆議院、千人四十人とされ、議会会期中に限り、貴族院千人四十人、衆議院、千人六十人を増置することが認められた。昭和六年には、主営の定員は、貴族院千人四十人、衆議院、千人四十五人とされ、議会会期中に限り、貴族院 千人四十五人、衆議院、千人六十五人を増置することが認められた。昭和七年十二月一日からは、主営の定員は、貴族院、千人四十八人、衆議院、千人五十五人とされ、議会会期中に限り、貴族院、千人五十三人、衆議院、千人七十五人を増置することが認められた。昭和十一年の改正により、 主営の定員は、貴族員、千人68人、衆議院、千人79人とされ、議会会期中に限り、貴族員、千人83人、衆議院、千人115人を増置することが認められた。昭和12年には、主営の定員は、貴族員、千人73人、衆議院、千人97人とされ、議会会期中に限り、貴族員、 千人百三十五人、衆議院千人百四十三人を増置することが認められた。昭和十五年には、貴族院に臨時主営千人三十人を置くことが認められた。主営の懲罰は、巡査懲罰令によるものとされた。また、主営の決報は、明治三十年は、一級十五円で、九ごとに一円ずつ減じて行き、七級九円までで、あった。 明治40年4月1日からは、月報12円以上20円以下とされるなど、複数回の改定が行われた。大正5年には、主営番長法主営班長に改めた。ありがとうございます。